東京スカイツリーがオープンする来年の5月22日まであと300日。これを記念して公式キャラクター空からちゃんの友達が初めてお披露目されました。これからは空からちゃんだけでなく、てっぺんぺんとスコブルブルが一緒に東京スカイツリーを PR します。てっぺんぺんはちょっとミーハーでおしゃれ大好きな女の子のペンギンで、スコブルブルは下町文化に詳しいおじいさん犬。それぞれの視点で最新ニュースからちょっとしたうんちくまで東京スカイツリーの魅力を伝えていくということです。このほかオープンの日までカウントダウンをするパネルも登場。セレモニーでは300の数字が点灯しました。このパネルは今後東武浅草駅の外国人旅行センターに設置されます。